皆様こんばんは、カズラジでございます。深夜でございます。もうね、日付変わって火曜日になっておりますよ。今回もご視聴本当にありがとうございます。神戸発のローカル線でございます。今日もこのバックグラウンドサウンドは、そうなんですよ、今ね、虫の音、秋の虫の声でお送りしておりますね。まあ、秋といえばこの、秋の虫だよね。まあ、夏はセミがいるしさ、まあ、冬はじゃあどんな音って話を昨日ちらっといたしましたが、これは佐賀のりさんでございます。以前もカズラジバージョンで話題に上がっていたと記憶しております。そうなんだ、ごめんね、もうすぐ何でも忘れてしまうわ。何でも忘れる僕の悪い癖ね。お前の悪い癖いっぱいありますけどもね、そう考えると。で、その時思いつきませんでしたが、今回も思いを巡らせてみて、静寂が冬の音なのかなと思いました。静寂ね、友人のお父さんが聴覚を失ってしまった方で、彼からは静寂という音があると教わりました。当時中学生だった私は、音がないから静寂というのに、そこに音があるというのはどういう意味と、そのお父さんの言葉の意味を全く理解できていませんでした。残りの人生を見つめるようになると、なるような年になると、その哲学的な言葉の意味が心に染みてきますということ。なるほどね、なるほどね。そうだね、静寂という、静かで寂しいと書く文字、まあ、静寂、実はその静寂自体が音なんじゃないかなっていうことなんだね。サイモンとガーファンクルの歌でサウンドオブサイレンスっていうのがあるけども、まさにそうだね。あれは沈黙の音、静寂の音ということだもんね。それと昨日ね、山内さんがジェットストリームのラジオ番組ね、ジェットストリームのナレーションの一部をパロってましたけども、マジな、これ本当のナレーションの中にね、夜のしじまのなんと饒舌なことでしょうっていうのがある。夜のしじま、しじまというのはこれこそ音のない世界です。このしじまがなんと饒舌なこと、しじまが語りかけてくるんですね。まあ、それがまさにこの静寂の音ということになるのかもしれません。ありがとうございます。さて、その昨日ね、僕は天地真理さんの思い出のセレナーデ、を歌いましたが、中学校の部活の時にこの下校時にさ、この曲が流れていて、秋の日になんかこう物寂しいメロディーに、惹かれたという話をしましたけどもね。坂野さんは大前さんの学校と同じで、私の学校も下校時に放送部の学生が毎日レコードを持ち寄って好きな音楽をかけながら下校の放送をしていた記憶がありますということ で、 で私の場合は中村雅俊さんの恋人も濡れる街角が秋らしいなと思い出に残っておりますと。昭和58年の秋頃に発売されて人気がありましたが、作詞作曲が桑田佳祐さんだったのも良かったなと個人的には思っておりますということで。なるほど、この恋人も濡れる街角、まあ、僕はこれはね、大学生の頃なんですね。で、映画の蒲田行進曲、松竹の日本の映画ですの中の挿入歌として使われておりました。まあ、それですごく僕は印象残ってるんだけどね。名画でしたね。風間杜夫さんでしょ、松坂慶子さんでしょ、平田充さんが主演というね、そんな映画だったんだけどもね、日本の映画界の裏側をね、描いた蒲田行進曲、よかったな。ね、懐かしいな。あの時一緒に行った人は今どうしてるんだろうかというね、思ったりもしますが、恋人も濡れる街角。不思議な恋は、こんな曲だったかな。ちょっと待って、ちょっと待ってね。不思議な恋はこんなの姿をして、今夜あたり訪れるさ。もうここでやめときますが、ちょっと思いつくままに音を拾ってしまいましたが、こんな曲だったね。ありがとうございます。続いてのお便りでございます。緑 NJ さんです。
虫の声、秋っぽくて良いですね。冬の音と言いますと、私は石焼き芋や灯油売りの音声しか思いつきません。ちょっと待って、石焼き芋はさ、なんとなく石焼き芋、焼き芋っていうのあるじゃない。灯油ってなんか言ってる？灯油、灯油という言わないよね。なんちゅうんだろうな。ありがとうございます。天地真理さんの歌初めて聞きました。私はその頃幼稚園生だったので良い曲ですね。しみじみしてしまいましたということ。まあ名曲だと思いますけどもね、僕もね。ありがとうございます。さて、これは、これはね、これね、大樹さんか大樹さんかどっちかまた教えて。どっちかなんだよね。もう本当忘れてしまうわ。できれば皆さん、大丸さんお疲れ様ですというメッセージだったり、なんとかですと自分の名前書いて、タムタムさんは書いてくれるのよ。いつもありがとうございます。冬の音は焚き火の音をイメージしますということで、焚き火の光や音には、波や雲や雨と同じく、F 分の1の揺らぎが出現するという研究結果が出ており、リラックス効果、癒し効果、コミュニケーションを促進する効果などがあると考えられておりますということ。説明ありがとうございます。実はですね、大前は、この今年のパーフェクトガイド、オリックスさんの、いや、イヤーブックね、あの中で、焚き火を囲みながら若手、座談会っていうのを記事を書いておりまして、そこにこの揺らぎについてはお前も詳しく説明しておりますんで、存じ上げております。ありがとうございます。ということでございますね。それから、これはですね、パパバカボンさんですが、お前さんお疲れ様です。思い出のセレナーで聞かせていただきました。YouTube で水色の恋見つけました。おお、天地真理さんのね、きっとお前さんお得意でしょうね、ぜひ聞きたいですということで、また機会があれば。それから、これはタムタムさんです。大前さんこんにちは、タムタムですと書いてくださってる。こういうふうにね、今ハンドルネームが出てこないんだよ、すぐに。だからこうやって書いてくれるとすごく嬉しいです。福岡での、お仕事ご苦労様でしたということ。ホークスの球団歌を福岡出身の皆様がリレーで歌われているのを聞いて豪華だなぁと、球団とドームのダブルアニバーサリーの企画だったんですね。そうなんですよ。で、大英ホークスの球団歌をチーム名変えただけですから、そうなんでね、昔大英ホークスがソフトバンクホークスに変わっただけなんでね。で、昔甲子園に大英があったので、あーあったあった、球場の向かい側ちょうど阪神高速挟んでね、ちょうど阪神電車の、駅の方向にありましたね、大栄さん。今コロワに変わってますわね。優勝した時には永遠と流れていて完璧に覚えました。確かに僕もちょうどあの頃は大栄の東アシア店でよく聞いたなね。ありがとうございます。ということで、それからですね、ひで救急さんです。こちらはやはり通常バージョンはギターと歌のご披露があるのでいいですね。いいかい、ありがとうございます。この配信を今朝通勤時に江坂に向かう途中、自転車に秩序を守って乗り走らせながら聞いておりました。本当秩序守っていた？守ってる人少ないよ、江坂では。ほとんどもディスオーダーの世界ですからね。今日は少し曇っていることもあって暑さもかなり和らいで、秋の BGS も相まって駅に着いてもいつもは汗だくなんですが、今日は汗はほぼ出ていませんでした。ああそう、まあちょっと涼しくなりましたもんね。ということでありがとうございます。今日も江坂に行ってきましたよ、戦ってきましたよお前は。はい、ヤマッチョさんでございますが、これからもおしゃべりの定期便よろしくお願いしますということ。頑張ります。天地真理さん、私の少し上の世代の方には絶大な人気でした。
ああ、そうかもしれないね。僕もじゃあちょっと上なんだよね、やっぱりね。上の方だったと思います。近所のお姉ちゃんは2軒隣の我が家にわざわざマリちゃん自転車に乗って遊びに来ていました。わかるわ、マリちゃん自転車ありましたね。後にそれがピンクレディー自転車に変わるんだよね。はい、ということでありがとうございます。さて、今日はですね、昭和の歌、何やろうかなと思いながら、いろいろ考えながら来たのよ。あの昭和の懐かしい歌をね。なかなか決まんないね。ジグザグ気取った都会の街会えば遠く指さす。カリフォルニアコレクション、コネクションね。それこそ、そう、水谷豊さんの曲ですよ。ありましたね。熱中時代、刑事編の、これは主題歌だったと思うんですが、大ヒットしましたね。いつかは二人で行きたいのさ。例えば遥かな青い空を、言葉を超えた愛もあるはず。熱く燃える季節が僕らの曲でございました。というわけで、今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまた明日ということで、明日野球あるね、あるな。というわけで、原稿書かないといけないね、お前は。なんかなかなかね、気が進まなくて、まだ今日も書けていない。まあ今日はまあ教室行ったんで仕事したということで、まあこの2、3日のうちに1本原稿書き上げようかなと思っておりますよ。そろそろ、お前ちゃんいつできるんかなっていうね、そういう、催促のメールが来るはずなんでね、頑張って書こうと思っておりますが、まあ、やる気になればすぐ書けるんだけども、なかなかこの、そこに至るまでの行動に移せないという、僕の悪い癖。まあ、本当悪い癖いっぱいありますわ。じゃあまた。